はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、今回はですね、強敵スライムヒーローズの心が S4 つ分揃いました。それまでにですね、各ランクの心のドロップ数であったり、心ドロップ数と討伐数との関係などを見ていきたいと思います。というわけで、まあ、各数字はですね、今出てる通りなんですけれど、ちょっとずつ見ていきたいと思います。はい、今、ですね、こちらに、出ておりますのが、はい、僧侶スライムですね。スライムヒーローズですね。はい、まあ、戦ってるとわかるんですけれど、ザオラルで生き返らせたり、してくるので、スライムヒーローズ4体ね、勇者戦士、僧侶、魔法使い、それぞれスライムいるんですけれど、それぞれ討伐数が微妙に違ったりしますけれど、とりあえず一番少ない僧侶スライム、これがですね、スライムヒーローズ、全体としての討伐数に、近いんじゃないかなとは思いますけど、はい、とりあえず479匹、討伐しております。で、はい、心のドロップなんですけれど、合計が112個となっておりますというわけで、4回に1回より、ですね、ちょっと、少ないような印象です。でも大体4回に1回ぐらいになるのかなという感じは、しますけれど、そんなところでございます。で、直Sがですね、2つで、A が5個と出ております。これで、この時点で、はい、S が3つ分。A がね、5つあると S にグレードアップできますので、これで S3 つ分。あとは B が8、C が24、D が73。これをかき集めて S が1個分、できるということになります。はい、というわけでですね、ちょっと、攻防の画面を見に行っていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。ということで、はい、スライムヒーローズのね、心の、画面なんですけれど、とりあえず、はい、黄色の心で、今ね、スクリーニングをかけてるんですけど、はい、ここになりますね。はい、スライムヒーローズの心が S、ね、上の方に2つあってですね。で、あと A が5つで、B が1、2、3、4、5、6、7、8あるのが、ちょっとね、わかるんじゃないかなと思います。で、その下にですね、C と D が、たくさんあるという形になります。はい。で、合計ですね、はい、スライムヒーローズの心だけで、ここですね、心が112個もあります。ちょっとね、はい、心の、なんつうのかな、ストック数もですね、結構圧迫してるので、とりあえずこれで、この動画が終わったらね、S4 つのみにしてですね、心の枠を開けていこうと思います。左下見るとですね、はい、最大枠が2200なんですけれど、今の時点で2073も、あるということで、これをね、S4 つだけにすれば、だいぶ開くかなと思います。で、せっかくなんで、ちょっとね、A のグレードアップをしていきましょうということで、はい、ではグレードアップしていきましょう。はい。A の心が5つあると、はい、S にグレードアップできます。はい、こんな感じで。はい、スライムヒーローズのね、心。はい、結構見た目ね、すごい可愛いですよね。こんな感じで。で、ちょっと見ていきましょうか。コストが125なんですよね。はい、で、ステータスもね、特殊効果もすごく、優秀な心だと思います。ステータスがですね、最大 HP104 で、力はですね、若干低めです。けど、使えないことはないですね。86。身の守り63ということですね。あとは、黄色の心の中ではね、もうトップクラスの素早さ109もあります。あと、器用さも109。これもね、結構高いんじゃないかなと。ブレス攻撃するときにもいいのかもしれません。で、特殊効果を見ていくとですね、はい、スキルの斬撃対義ダメージプラス 3%。あと、ジバリアとイオの斬撃対義ダメージプラス 7%、あります。そして、麻痺耐性 7% ということで、とにかくね、素早さの高い黄色の心ということで、これはね、すごく価値があると言いますか、強い心になってくるかなと思います。というわけで、あとはですね、これグレードアップを繰り返して S4 つに、しようと思います。ということで、とりあえずね、今回 S4 つ揃うまでの、ドロップ数であったりですね、各ランクのドロップ数、心の数をね、見てみました。ちょっと参考になるかわかんないですけれど、参考になれば幸いです。はい、というわけで、もしよろしければですね、はい、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。